城、南西の方角から望むスターリング城は、イギリス、スコットランドスターリングにある城。スコットランド市において、歴史的にも建築学的にも重要であるとされる。キャッスルヒルと呼ばれる、火山性の凸凹した岩の上に城が立ち、三方を険しい断崖に囲まれ非常に防御に優れている。このため早い段階から、重要な要塞として、戦略上の要所だった。 現在城は国の文化財であり、文化財保護団体ヒストリックスコットランドが管理している。1800年から1964年まで城はイギリス軍の所有で弊社に利用されていた。収容設備となったグレートホール、講義場や食堂となった王室礼拝堂、付属診療所となったキングズオールドビルディング、士官食堂となったロイヤルパレスなどが交互に 多くの兵士らに使用された。これらの建築物すべてを元に修復する努力は未だ続けられている。新しい建築物のいくつか、監獄と火薬庫がネタ・ーベイリー2810年に建設された。もはやそこに連隊が駐屯していなくても、それらはアーガイルサザランドハイランダーズ司令部として残っている。連隊博物館が城内にある。城の主要な建築物は、 15世紀から16世紀にかけてきたものである。18世紀前半の攻撃に耐えた14世紀の建築物がわずかに残っている。13世紀、イングランド王エドワード一世はスコットランドへ進行しスターリング城を包囲した。歴史家たちはここにはウォーウルフという巨大な投石機が作られ最初に用いられ非常に効果を上げたと記録している。城 外からの攻撃に備え、予備の門番小屋がジェームズ四世によって建てられた。元は、壮麗な、一つの岩全体の広さを備える部分だった。どちらの橋もどっしりとした、長方形をした石造りの家で、縄文の両方に四つの大きな円錐形の屋根が、ついていた。南側の石造りの家に残る張り壁に隣接した、長さ、外側と北側の石造りの家の痕跡。 これら壮大な構成が王子の門と呼ばれ残る。新京都革命の最中、アーガイル校、アーチボールド・キャンベルが1648年のスターリングの戦いから逃亡した時、城の中東隊が王家に火をつけて投げた。門番小屋の左、主要部の南側か奥にあたるのが宮殿部分である。 これはジェームズ4世によって建設が始まった。しかし、ほとんどが彼の子ジェームズ5世の代に行われた。ルネサンス様式と後期ゴシック様式の組み合わせで、優れた石造りのスコットランドでも印象的な建築の一つである。王の寝室の天井は、元はスターリングヘッツで知られる有名な円形の絵画で飾られていた。しかしこれらは1777年に持ち去られた。 多くが城内に保存され、いくつかはスターリングのスミス財団、その他はエディンバラの国立博物館にある。可能ならば、王の間を原型にすべく散逸した絵画を集める計画がある。宮廷屋の東側はジェームズ4世により建てられたグレートホールである。何十年も弊社として使用された後、最近原型に復元された。長さ125フィート、 幅36フィート、南側の口座に2つの華麗な張り出し窓がある。ルネサンス様式の王室礼拝堂は宮殿北側にあり、これは1594年にジェームズ六世により建てられた。ここで彼の着手ヘンリー王子が洗礼を受けた。城の広場は野外コンサート会場に使用される。城のイメージがクライズデール銀行発行の20ポンド紙幣に採用されている。 ありがとうございます。